はい、えー、ホワイトベース館内放送ですね。えー、と今日は、ちょっとね、この話は話題にしようかどうかっていうのは、すごく悩んだんですけど、えー、とこれですね、はい、えー、まあ皆さんよくご存知かもしれないんですけど、奈良市、バイク8人死傷事故、ヘルメットは現場では2つしか確認されずとか書いてあるじゃないですか、僕ね、これ、このことよりも、 あのーまずね、えーとこの記事か分からない大型バイク1台と原付、大型バイク1台とミニバイク2台って書いてあるじゃないですか、ここ。で、8人師匠っていうじゃないですか、数が合わねえなっていうのがまず一つ。ね、だから どれかに3人乗ってたはずですよ3人乗ってバイクはだって3台しかないからね2人ずつ乗せたら6人しか乗れないじゃないですか。ってことはどれか2台に3人ずつ乗ってたはずなんですよ。で3人ってどスクーターでどうやってってこれなんだろうな。 1>, 1台は無傷なのかなこれ、わかんないけど、3人ってことは、ね、あの、まあまあ、そういう乗り方をしていたっていうこと、多分これ一番後ろ走ってたんじゃないかなうん。多分ん前の2台が3人ずつ乗ってたのかなうーん。っていうことをね、まず考えて、どういう乗り方をしていたんだろうというのが一つと、 あとはあのー、乗ってた人の年齢ねえっ、ー、とまあ17歳18歳ん ?17 歳の少年3人と18歳の少年2人男5人だねで、えー、中学生の女の子2人と えー、17歳の女の子が一人とということなんですけどまあねえまずそのバイクで遊んでるっていうかこれはバイクの事故じゃなくてバイク事故として報道されてるまあ確かにバイクの事故かもしれないけどこれあの8人のうち4人は原付免許を持っていた。 っていうことが書いてあるけどさこれどっちかっていうと無免許運転の事故として報道されるべきなんじゃないかなって僕は思うんですよだから要は免許持ってない人がねバイクをおもちゃにして遊んだ、うん、で、えー、その結果大事故を起こして、えー、死亡したり大怪我を負ったというものであって バイク乗りが起こしたバイク事故って言っていいのかなっていう。だからね、僕がこの話題を扱うこと自体が、なんだか違うような気がするなというのを、ちょっと思ってはいたんですが、一応、原付免許っていうのも書いてあるので、まあ、8人のうち4人の原付免許っていうのは、まあ、男の子でしょうね。うん、が持ってたっていうことで、 大型ワイクをどこから持ってきたんだっていう話ですけどもまあそれはね多分盗難したか誰かの借りてきたかどっちかしかないですよねまあ自分で買ったのかもしれないけどもその可能性はないんじゃないかなああねえなんだこりゃうーん ヘルメットは2つだけというか、ヘルメットすらかぶってないわけだから、バイク乗りのバイク事故としての話じゃない気がするんだけどな。うん。だから、僕が論じる話じゃない気がする。ということを踏まえながら、なんですけど、ちょっと考えてみるとですね、まず、あのー、そう、自損事故ですね。これ、誰も巻き込んでない。 ようですまあちょっと斜め読みしかしてないけど、ね、この8人全員じゃ乗ってたんでしょで通行人が巻き込まれたわけではないんでしょここのあのー、に書いてある人たちというのはおそらくねそうだと思うんですけどもまあそういうふうにしか書いてないからそういうふうに感じざるを得ないんですけど要は自尊ですよねうんで未成年だったで無免許だった うん、っていうところがまあクローズアップされていると思うんですがあの何、ー、ていうのかなそのよくね構成の機械って ととかかかっていううのなく死んでしまうからとか、まあ、少年法とかなんかいろんなものがあると思うんですけど更成する機会はあってもいいと思うのですがあのこうしたの事件事故についてはですね、まあ、大人と同じ扱いでいいんじゃないかなっていうふうに僕はまあ思ってます。はい、であとまあここから我々ですね、えー、普通にバイク乗ってるバイク乗りが学ぶ点とか注意しなきゃいけない点っていうのはないです。 はい、ゼロ、ないですね、全くない、はいどっちかっていうかと、ですねあの本当、同じぐらいの年の子供があ、お子さんいらっしゃるところの親御さんがちょっとなんか、あの少し子供とおこういうことについて話してみようかとかね、そういうふうな見直し方はあると思うんですけど、我々バイク乗り的には、これ、も全然対岸の火事だなっていう気がしますよ。うん それをなんかこう、バイク事故っていう風な見出しで、バイク8人死傷事故っていう風にね、書くっていうのをが、ちょっとね、なんか、またバイクを悪者にして数字稼ごうとしてんのかっていう気がしてね、気分悪いよね、こういうの。なんで無免許運転死傷事故にしないんだよって。で、車の場合は無免許運転って書くじゃないですか、ね。バイクだって自動車なわけだし。 で無免許運転死傷事故。うん。って書いてもね、多分クローズアップされないかなと思うんですけど、なんだかね、またバイクのイメージ悪くするためにメディア動いてんなっていう感じしません皆さん。ね、僕はなんかそういうふうにしか見えねえ、見えないな。うーん。 だからさらさにこれを踏まえて何かの規制がね厳しくなるとかっていうのはもう本当、お門違いだからやめてほしいしどっちかって言ったらもう本当さっきも言ったけど教育の,話の現場の話だからもうこれはあのバイクがどうのバイク乗りがどうのってバイクが危険だ危ないとかそういうの関係ないからねもうって思いますよね、皆さん。ねね皆さんもね周りの方にこう なんかそういういの言われたらあの関係ないよって言っといてくださいね、本当に。で、あの僕がね、今映像の中で割とこう僕自身の肌の色が赤っぽく茶色っぽく映ってると思うんですよ。これはホワイトバランスがおかしいんじゃなくて僕が日焼けしてるからなんですよ。だからカメラの影響でも照明の影響でもないですね。だから白い髪をこう脇に出すと分かるんですけど、あでもちょっと電球色だからあれか。 僕かなり日焼けしたからっていうことであってあのカメラのせいじゃないっていうことですねはいまあい,いやそんなことは置いといていやーねえなんていうか同情の余地ないよね同情の余地なしだなうんまああと皆さんねもしあの家の近所で暴走音 暴走しているオートバイの音が聞こえたらですね、すぐ通報した方がよろしいかと思います。はい。えー、そんな風に、まあ僕は思うんですけども、どうでしょう。まあ現場の映像、見えますけどね。こんな感じだったんでしょ何にもないじゃん、ここ。真っ直ぐで。何にもないじゃん。 こういうところで転倒して事故るっていうこと自体、走行そのものに非常にこう、なんかあったんじゃないかな。3人乗りだもんね。そりゃひっくり返るよな。うん。よく Twitter でもね、バイクで変な、バイクって大体原付だよね。で、変な運転して、原付スクーターでこんなになって転んでみたいな映像を面白がってあげてる人いるけど、なんだかなだよね、こういうの。ね。 だこういうのをバイク事故ってされたくないしねバイク事故多発って言われたくもない、うん、言われたくもない、ね、まああの以前トラックの話でねあの盛り上がりはしましたけどもあの逆に例えばその免許を持ってちゃんと走ってる人間でもこういう危ないことするじゃん、ね、っていうようなあバ,イクはバイクも危ない運転をしますよそれについてはどう思うんですか っていうようなあコメントも散見されましたそれについては僕はもう一言でそれをもう一言でそれをですね片付けることができるその通りですとそうその通りもしくはうんそうかもしれないそういう運転する人もいますね、うん、バイクは危ないでしょうー、うん バイクは危ないです,そうです、まあ、付け加えるならばバイクじゃなくて自転車もいろんな乗り物は危ないと思うんですけどもはいって言っても今はそんな話はしないって怒られちゃう、うん、えバイクもすり抜けすごくするじゃないですか危ないでしょそうですねおっしゃる通りだと思います、はい、でも乗用車も幅寄せ、えー、してきたりあの自転車も信号無視で飛び出してきたりす今はそんな話しないでしょ

まあ、バイクの事故だなってこう一瞬受け入れちゃうじゃないですか、ね。なんかそこら辺もね、なんかもういじめられすぎてて、なんかいじめられ慣れてる自分がいて嫌だなっていうのをすごく思います。はい、皆さんどう思いますか、ね、だって、バイクこうじゃねえか、ああじゃねえかってこう、悪く言われても、もうね、もう1ミリも逆上しないよね。なんか、ね、バイクはスピード出しすぎてるやつが多いって言われても、 でも俺も出したことあんなとかあの今でもそういう運転してる人やっぱりいるなとか思っちゃうしあなんか僕が代わりに謝って済むんだったら、あのー、一応謝っておきますんで本当なんか,かよく分からなきゃすいませんって感じですよね,ねだよな何もなんかムッキーって何,何にもならないっていうこと自体がもしかしたら問題なんじゃねえか って、思いませんねえ問題なんじゃないかなそれ自体がねよくないなそんなことないもんそんなことないもん気をつけてるもんっていうふうになれるぐらいあのー、のグッドマナーな世界になる日は来るんだろうかねえって思うなあうーんまあそんなあー感じですえっ、ー、と どううだろうねまたあ僕がね、こういうことを言うとねあの、人が死んでるのに不謹慎だとかどうのって、ねえー、いうコメントもたくさん入るのかなってね、思うんですけど、あのー、それについては、ジンとかであの主人公の男の子も言ってますけども、ねえー、まあそういうことですよ。要はね、その不謹慎だどうのっていうのは、 あの言ってる人の自己満足でしかないんですよ、ね、要はあの見ず知らずの誰かが死んだところで、えー、なんとも思いません、はい、もし死傷した人が自分の知り合い等であれば、あのー、僕も思うところはあると思うんですけども、見ず知らずの人がバカなことをして、えーね、自分でバカなことをして、自分で、えー、お亡くなりになった大けがをした、うん自己、自業自得だなという範囲です、それに対して僕ができたことはない、できることもない。 えー、できることがあるとすれば精一杯やっていた、皆さんにとってもきっとそうだと思います、はいでえー。ありますので、バイク乗りとしてやっぱできることはねえなっていうこと。うん であともう一つ付け加えるならば、僕がこの動画でいろいろバイク屋のおっさんが好きなことを言っていることに対して、ですね、えー、動画を上げて、えー、それを見て、えー、すぐにそれを批判したり、ですね、えー、不謹慎だと言ったりとかですね、えー、いう方々、はいえー、とりあえずですねそんな嫌いなやつの動画をですねいつも見てくれて本当にありがとうございます。はい、僕だったらね、あのー、ら嫌いじゃないのかもしれないですけども、も やっぱねどんなねその辛辣なことを書いてくる人嫌なことを書いてくる人でも反応が早い人ってねすぐ見てくれてるってことでしょなんかね本当にいくら僕を腹立たせようと思って書いてることであっても,も反応が早いっていう時点で僕結構喜んでるんですよだからいつも本当いつもありがとうなっていうふうに、まあ、思ってますはいですね あの相手にされないのが一番嫌かなと思います。うん、でちなみに今日のこのお話というのは、ねえー、関連放送で、えー、取り上げてもらえませんかというですね、えー、リクエストをいくつかいただいたので、えー、私も、まあ、無視するわけにはいかんなということで動画にはさせていただきましたがはいましたが、えーまあ、安全運転というのはですね、あのー、安全に走ろうと。 こういう意識そのものからま芽生えることだと思っております。えー、このようにですね、安全運転というよりはですね、えー、まあ危険なおもちゃを使ってひあそびしたことからですね、えー、読み取れることは何一つございませんので、えー、皆さんは今日も明日も安全運転。それには僕からアドバイスさせていただけるとしたら、車間距離ですね。車間距離をあけること。 車間距離を空けることです。まずそれだけやってください。はいえー、後ろからあ煽られても何をされても車間距離をこう保つということですね。意識していれば大惨事になることは少ないです。はい、もう本当それだけ、それだけ車間距離です。はい というわけで館内放送をやらせていただきました。はい、皆さん、あの皆さんのコメントを読むのが僕のですね、トイレでの楽しみになっておりますので、活発なコメントをいただければ幸いです。失礼します。ありがとうございます。